三宮四郎は昭和期の実業家、東京急行電鉄専務取締役、京王帝都電鉄取締役社長、財団法人ごと美術館常務理事を歴任した。東京急行電鉄から独立した京王帝都電鉄の初代社長として、終戦直後から1950年代にかけて京王帝都電鉄及び京王グループの基礎を築き上げた人物である。 大分県生まれ、慶応義塾大学卒業後、目黒蒲田電鉄に入社。後藤慶太社長の地遇を得て、1942年に東京急行電鉄取締役に就任。1946年同社専務取締役に承認した。その後一旦同社監査役に転任する。慶応電気機機道は、戦時統合により東京急行電鉄に合併され、 同社の慶応営業局とされていたが、終戦後の1947年12月26日に大東急からの分離独立を決議。翌1948年5月29日の設立総会で3号が取締役社長に就任、同年6月1日に京王線、井の頭線とバス3営業所を持って京王帝都電鉄として発足した。 三宮は、京王帝都電鉄の初代社長として、戦後復興に尽力し、財務基盤が脆弱な中で、鉄道施設の大規模な改良や新型鉄道車両の投入、急行運転開始などの積極投資を行い、現在の京王線の基礎を作るとともに、戦災のダメージが著しかった井の頭線の復興も果たした。このほか、バス事業の基盤強化として、 京王帝都電鉄発足直後の1948年9月16日には路線バスの特内第2の拠点として英福町営業所を新設、1951年には観光バス事業、1956年10月6日には高速バス事業を開始した。それと前後して1955年7月9日には高尾自動車、 翌1956年2月29日には奥多摩振興を買収して慶応グループ参加とし、後1963年の西東京バス統合への道筋をつけている。鉄道事業の貫癖しくない収支を補うため事業の多角化も施行し、1953年6月24日には慶応帝度観光協会を設立した。また、東京都調布市内に 1955年4月3日には、慶応遊園。1956年6月16日には、東京勝負園を開園するなど、沿線観光地の整備も手掛けた。また当時の重要なレジャー産業の一つであった映画事業にも意欲を示し、1956年9月10日には、映画工業会社、慶応映画株式会社を設立。同年12月25日には、 映画館、新宿京王を開館している。なお、新宿京王は、現在の京王新宿三丁目ビルにあり、新宿京王劇場、新宿京王地下に分かれていた。1980年代頃までは、営業を続けていたが、その後家庭用ビデオデッキが普及し、レンタルビデオ店が増加、映画館の需要が低下すると、いち早く映画事業から撤退している。 1957年4月15日、取締役社長を退任。専務取締役であった、井上貞夫が公認として、京王帝都電鉄取締役社長に就任した。1954年、東京急行電鉄取締役に再任。後藤慶太の没後は、1959年に、後藤美術館常務理事に就任、1973年まで、 東京急行電鉄取締役を務めた。1973年11月8日死去。去年76。1957年には映画事業の拡大を目指し、大英専務の蘇我聖氏千土地工業社長の松岡国産らと共同で映画制作会社、日英の設立に動く。慶応が4億円を出資し、 成績桜川海駅付近に撮影所を建設する計画であった。しかし、慶応の本業以外への過剰投資を有料した東急の後藤慶太会長の猛反対にあい、さらに当時の運輸大臣、宮沢汚夫も慶応が申請していた鉄道事業に対する7億円の政府融資の却下に言及する事態となる。その結果、慶応は非営への出資を取りやめた。 この時三宮は失踪事件を引き起こし、慶応社長を事実上更迭された。三宮は気真面目な人物で、堅物で口数も少なく、愛嬌もない性格であった。そのため堅実な三宮が映画制作という水商売に参画を表明した時周囲は驚いたという。日英事件の際に、東急会長の後藤慶太は三宮及び、 子会社の東映再建の苦労話を聞かせて断念を迫ったが、三宮は彼らに義理があると言い張り聞く耳を持たなかった。すると後藤は三十年に及ぶ俺との義理より、昨日今日の義理を重んじるのかと激怒し、さすがに三宮も折れざるを得なかった。三宮は後藤の意向に加え、宮沢亀を運輸大臣が慶応への政府有資の却下に言及したことで、 同じく政府融資を申請中であった東急や、東急系の小田急や京急に問題が波及することを恐れ、比例からの撤退に追い込まれた。宮沢運輸大臣を動かしたのは、蘇我に裏切られた格好になった大英社長、長田正一の政界工作によるものだと言われている。日英設立を計画した際、蘇我山津夫は、東急の後藤会長の承諾を得ているのかと尋ねると、 三宮は、それは、問題ない。いつまでも慶応は、子供ではないと応じた。東急時代の同僚であった、大川博が、東映再建を成功させ、東急のナンバー2に上り詰めたことに対し、三宮に強いライバル意識があったとも言われる。日英への出資を断念した時三宮は、失踪騒ぎを起こすが、義理堅い人物であり、 騒動収束のためきちんと、蘇我や松尾と対面し、謝罪の上で、慶応社長を隕石辞任することを伝えている。ありがとうございます。